はい、今日は4杯目かな。ダイヤメ芋焼酎ソーダ割りでいただきます。チューハイってやつですな。焼酎ハイボールチューハイね。ただこれはこの会社が歌ってますけど、芋焼酎なのにライチの香りがします。本当にします。僕は中学の時にシンガポールでライチを食べて歌って大変なことになってからライチが苦手です。この記憶があるので苦手です。ただライチの味がします。行ってみましょう。ライチが悪くないんだよな、記憶だけなんだよ。マンゴスチン好きなんだけどな。行きましょう。いただきます。いきます。うん、ライチすごいよねこれ。思い出が蘇る。だってなんかなんだっけ、ロッテのガムでライチがあったじゃないですか。それだもんこれ。なんで焼酎でこんな味すんの。ライチ嫌い、ダメ、嫌い、好き嫌いじゃない、ダメか、ダメだよこれ。胃の奥とかなんか大腸がぐるぐるする。体が反応してしまうやつ。だって初めて海外に行ってサトウキビを生でかじったのと、歯ブラシをするときにホテルの水道から直接やったのとライチを食べたののどれが当たったかわかんないけど、当たってもう次の死にそうになったんです。いろいろ当たってそう、思い出の味。だってお前海外行ったときにさ、別に台湾だからさ、水道の水で歯磨くなとか言わなかったじゃん俺。シンガポールとかまだダメだったと思う。だからね、水道水でなんかできるってまあないね。ダメだ。嫌いじゃないんだよ。ダメなだけなんだ。美味しいよ。ダメ、ごめん。ダメ、ごめん。